はい、はじめ給食です。はい、です。喋ることねえな。全然ねえわ。カイドウの話するか。アニメ版カイドウ。まあなんか演出過剰っていうのはあったけどね、確かに。でもまあしょう、うん、まあ派手はいいんだけど違うよなみたいな感じはしたわ。そんな省略してないだろうって、なんかあそうだったのかなとか思ったけど違うよな。普通になんか相打ちでキングコングがって言ってんじゃないよな。そうだよな。うん、でも一応よく考えたらなんか全然違うすぎ、え逆に小田先生が悪いのかとか思っちゃったけど、あれはアニメが違うだけ。あんな吹っ飛んでないもん。ちょっとドカーンってなってくらいだもん。なんか違うねやっぱり。いて違うわ。違う。キングコングガンの、まあ、クロスカウンターみたいな感じでなってたね。急にドカーンですからね。まあ、ルフィも頭に血が上ってたのかもしれないけど、ねえ。まあ、頭怒ってる状態だと見聞色が使えないらしいのでね。でもどうなんだ、俺スケスケのミッキー下手したら見聞色効かないんじゃないかなと思うんですよね。なんでこういうことするかっていうと、あの咀嚼音系 ASMR の人、女の人がなんかね、食べた後にペロってすんのが不快っていうコメントを見てから、なんか逆張りにってやっちゃうんですよ。なんで今その逆張りっていうのはよくわからないんですけど、なんかね、可愛い子ぶってるみたいなこと言って、でもやべえなと思って、気違いってすげえなと思うね。どこでも湧くなって思っちゃった。なんでも俺気違いって言って、でもやっぱ頭おかしいよね。でも今週のアクタージュも言ってた、怒りを失うことが怖い、もうどこにでもいるようなやつらと変わらねえよって言って、ネットで悪口言うようなやつらと。あ、俺はそういうのから脱却してるんだよね。そんな悪口じゃない。でもアニメはっていうとね、アニメの悪口出ただろうね。だけどまあ最高だけどね、結局は。まあカタクリのスネークマン戦もめちゃくちゃ力入ってて最高だなって思うけど、別にあそこは持ってもいいんだけど、うん、なんか今回は違うよな。ボロブレスもなんか違うし、まあかっこいいから、というかまあアニメ版はもううーわ最高みたいな、派手いいねみたいなのを見る場所だから、別に原作だって原作見てるからいいよね別にね。俺もなんかそういえばルッチ火の技使ってたなと思ったら原作出てこねえんだよ、火バチって技。よく考えたらそのままバチって技があるんですよ。ピシャンってのも爪の、まあ、バチっていうのが飛ぶ志願なのかわからないけど、バチって言って飛ばすんですよ志願を。火バチっていうね、直前でサンジがディアブルジャンプしたか知らんけど、なんかファイヤーバードスターみたいなのが指からピューみたいな、ホーみたいなのが飛んでいくんだよ。怖って思っちゃった。うわ、火鉢かって言ったら、トレクルでも使われてんの。トレジャークルーズでも。あ、もうおしめだって思って。おしまいだって思っちゃった、その瞬間。でもトレジャークルーズの超進化ルッチめちゃくちゃブスなんだけど。原作、って。劣化してんじゃん。やっぱ小田先生が書くね、このピョンピョンって、あの外腸って技をした後、乱脚のね、で軍艦ぶった切った後になんかね、それであの軍艦の砲撃で死なれてもなんかね、つまらないがみたいなとこ行ってる時のゲッポしながらね、なんだっけセリフは、へえ出たわ、つまらないがみたいな、軍艦の砲撃で死ぬような、なんかもうわかんねえわ、ああ覚えてねえもん、逐一セリフなんか、そのシーンね。
そのシーンと見比べてもね、あれすごいブスなんだよ、トレジャークルーズの。あ、そうだ、一応なんか LINE で話しかけたら、あれもらえるらしいんだよ、絵を。うわ最高、最高、壁紙もらえた。 LINE、 みんな LINE やった方がいいよ、週刊少年ジャンプ。じゃあちょっとアクタージュ、アクタージュ、俺アクタージュハマってるかな。なんかないの？あれ見たいな。でもよくよく考えたら夜凪圭ってめちゃくちゃ可愛いね。べらぼうに可愛いね。すごいわ。で怖い芝居してるからさ、可愛いって思わないけど、めちゃくちゃ可愛いけどね。ゲロ吐いたりするしね。ゲロドーザーって一時期呼ばれてたりしてたし、ネットで。今はもう羅刹尿だし、怖えわもう。あーおもれえな、アクタージュ。アクタージュも面白いね。でもなんか M1 の話に戻るけど、あんまりベゴバさんのそういうツイッター受けしそうなこと言うの俺あんま好きじゃないんだけど、でも面白かったからいいわ。うん、ね、皮肉ってんのかもね。面白かったけど、ツイッターのそういう今の現代のそういうのを配慮した漫才みたいな感じになる。それをここまでやると面白いみたいになる。配慮しまくればしまく、めちゃくちゃしまくった犯罪みたいな。でもそういうことあると思うみたいな。おかしくはないみたいな。ね。そういう皮肉なのかもな、あれは。今の何でもクレームつけたり、それはおかしいと思いますみたいな。そういう社会。ね。でもそういうわけでもね、漫画みたいって何みたいなこと言ってたから。で、別に皮肉じゃないのか。まあ、そんなところも込められてるよね。めっちゃ面白かった。ね。悲しいなって思ったと思う。こういうキャラでやるしかないんだ、みたいな。うん。ねえ。すごいよね。それでやるっていうのは。すごいな、みんなハート強えな。ニューヨークは歌ネタするしさ。すごいわ。でもニューヨーク普通におもろかったな。でも色眼鏡で見たら、確かに色眼鏡をぶっ壊すほどの面白さはそれはないんだけど、ちゃんと面白かった、ニューヨークさん。これからなんかニューヨークさんの面白い動画見ます、はい、うん、面白かった普通に。いやでも見ないな、別に率先して検索してまではしないかな。いやでもちゃんと面白かった、うん。だってそれはそれかわいそうなんだよな、なんかそのみんなのそういう変な偏見みたいの覆せるほどじゃないけど、ちゃんと面白いわ、うん。でもサムライエイトな、どうにかならんかな、打ち切りなんないかな。なんか俺それで多分夜桜なんとかがさ打ち切りされそう。でも三玉セキュリティみたいも結構面白いな。でもサムライエイトさすがに打ち切りするよな、残らないよな、なんか。ねえ、やっぱ主人公が深いって言ったら、確かにブラッククローバーもなんか嫌いっちゃ嫌いかもしれない、見ちゃうけど、うん。でも俺最初のシーン好きなんだよな、めちゃくちゃはっちゃけてるけどちゃんと礼儀はしてるみたいな。なんか最初のなんかもう団長みたいのがズーンって出るとこ、いいなって思えたんだけど、アニメはきついよな、あの声は。うん、でもまあおもろいからいいけど。
でも結構むずいよなワンピースって。燃えてきたとか当たり前だっていうのはさ言うじゃん。当たり前だって俺はどっちかっつうとも逆張り人間だから、みんなと同じものが嫌いなので、どっちかっつうと CB9 編の時にあのウソップが勝ってみんなで帰るぞみたいな、ここは地獄じゃあるメージって言った時のシーンのルフィの当たり前だを俺いつも連想してるんですけどね。ワンピースオタクですよみたいな風を吹きたいんじゃなくて、なんかあの波のシーンだとめちゃくちゃ良すぎるんですけど、でもなんか突き詰めてきたらそうなるよなみたいな、でなんか燃えてきたみたいなさ、そういうシーンがあるじゃないですか。うん、ゾロが言うんですよ、燃えてきたみたいな感じ で、チョッパーやられた時に言うんですよ、オウムの時に。そういう道場の戦いはあんましか残らねえ戦いはあんま好きじゃないんですよ。なんかゾロの考え方的にそういう道場とかそういうのでは戦いたくないらしいんですよ。でも燃えてきたっていうのはすげえな、突き詰めたらそうだよなみたいな、なんかそのやっぱ理屈こねちゃいがちだからシンプルに燃えてきたって、やっぱ仲間やられてるわけなんで、うん、すげえなって思うよね。でもそういうのっていろいろ見ないとわからないよね。なんか漫画いろいろ読まないと良さがわからないっていうか、あ、これは突き詰めてシンプルにしてるからなんだっていう、それを最初に出されてもさ、なんかあんまかっこよくないなみたいに思っちゃいがちだけど、でもかっこいいなやっぱり。そういう理由をペラペラ喋るんじゃなくて燃えてきたって始めるっていうね、いいなって思う。難しい、やっぱ漫画だな、なんか難しいなワンピースな。うん、ウォーターセブン編も見るわ。あんまりちょっといつも喧嘩のシーンうってなるから見てないけど、そこ見てくわ、うん、アニマンチャンネルで話題になって、もうアニマンチャンネルが基準になってる。やることなくてずっとアニマンチャンネル見てるわ。前もアニマンチャンネルのサムハチスレハチまとめみたいなの見てて、ね、うん、おもろいな。サムハチのビューティーコラボ
面白さとしてはすげえ漫画いっぱいあるんだけどね、ジャンプって。なんかもうすげえ漫画いっぱいみたいな、長期連載みたいなさ、そういうのはない。でも中堅なんだけど面白さとしてはすごいと思うね、全部。マジで全部すごい。まあ、呪術、チェーンソー、マクタージュも面白さすごいんだけど、そのね、絶対昔の漫画よりなんか面白いって言い方悪いんだけど、やっぱその昔の面白い漫画を見てた天才が、まあいろんな漫画を読んでてまたさらに面白いものを作っていくわけだからね。もう尾田先生ってものが出ただけで漫画面白くなったと思うんだよね。やっぱりドラゴンボールでやっぱバトルがさらにドンってなって、でワンピースがもう全てじゃん、もう伏線とか何やらやってくぜみたいな感じで言ってるわけだからさ、物語の深みみたいなそういうのをやってきてるからね。えおもれえな。でも今のジャンプめっちゃ好きだけどな。チェーンソーマンもおもれえし、呪術廻戦も面白えし、うん、ハイキューは俺な、あんま見ないんですよ。俺はあんまり見ない。スポーツもの見ないのよ。あんまスポーツ好きじゃないし。ちょっともうまとめサイト見たいのでやめようかな。ちょっと一旦嘘、それはさすがにやめとくわ。寝っ転がって見るだけで、また俺無言の俺を見ててくれ。
まあ人の生きて倍生きてるっていうのは例えたけどさ、でも感覚的には倍だよね。だって寝る時間、寝ないでずーっと起きてるってことでしょ。ねえ、すごいな黒ひげ。でもな、面白そう。どうなんだろうな。面白そうじゃなくて面白い。やっぱ寝ないんで、やっぱ倍の人生もちゃんと意味があったね。年じゃないです。はい。なんか低く見積もろうとするよね、なんか。うん、みんなただ寝てないだけね、寝ないんだ。なんで寝、でも確かに夜だからね。夜に月ですから。月、まあ夜に月っていう意味で、でも月っていうことにさ反応しすぎで、やっぱ月は大事なんですよ、ワンピースの中では。いろいろ、うん、なあ、おもれ。クリスマスにね合わせてるっていうか、プレゼント交換っていう。やっぱ3日間で毎回ちょっとちょっと仲悪くなって終わるから、また喧嘩すんのかな、わかんないけど、毎回そんな感じなのかもね。うん、殺し合いはするけど仲良くなっちゃうよみたいな。やっぱ赤犬とやっぱ青生地仲良くならなかったね、やっぱ10日やっても。ひどいな。ビッグマンも仲良くなったしな。そっか、やっぱいっぱい喧嘩したら仲良くなっちゃうんだね。うん、もう一緒に戦ったんだから戦友だべみたいなことバルトロミオも言ってたし、ビッグマンもカイドも仲良くなったし、ロジャーとレイリーも一時的にね酒を飲み交わすくらいになっちゃうからね。いつも戦うんだけどみたいなね。いや、おもれえな。でもやっぱりさ、確かにアニメでロジャーがぶつかる描写とかもしたいんだけど、もう声が違うからね、やっぱりね。でもしょうがないけど、あー生きてて欲しかったね。でも無理だよな、さすがに。しょうがないよ、最高だったな、うん、白ひげの声も変わっちゃってるしな。うわー大変だな。うん、すごいダブルパンチじゃん。でもまあワノ国編だから作画めちゃくちゃいいから、まあ1年後か、1年後にまた見れるわ。うん、白ひげとロジャーの衝突は。でも俺多分回想はね、1巻丸々回想だと思うから、そろそろ終わるんじゃないかなと思ってるんですよ。で95巻の最後で多分おでんが来るぞみたいな感じで終わるって適当に思ってんだけど、うん、あれで終わるかな。そんな終わり方したらみんなやばくない？待ち死にみたいな、そういう死んじゃうよねみんな。でもそんなひでえのかよってことを言ってたから、多分ちょっとなんかもうネットのやつらでも逆張りできないくらいひどい殺し方するんだろうね、多分先生は。うん、あ、もうネット逆張りさせないよみたいな、もう残虐なね、ひどいね殺し方やね、あの罠のはめ方で、うわ最悪だ最悪って、もうちょっと無理だ。確かに俺たちネット民逆張り大好きだけど、さすがにそれオロチやったら、ごめんオロチかっこいいって言って、そのオロチかっこいいっていうか、その小物なんだけどそれを貫くのかっこいいとか言ってけど、無理だ、ちょっともう無理。お前が小物って言ったら無理だ、そんなことするんだったら。なりそうだな、小田先生多分それくらいやるだろうな。ちょっと前のスカーレットでもさ、すごいね殺し方したしね。さらっと流してるけど、おいおいおいみたいなね、とんでもない殺し方してますが、まあ、さらっとは流れてないけど、小田先生が本気出すんだな、筆も乗るからね。まあ、そもそも手配書があるからさ、別に適当に嘘をつけばさどうでもなっちゃうしね。でもおでんの手配書とかみんなの賞金とか見たいね。でも俺バレットの賞金早く知りたいね。もうロジャーの賞金出てから教えてもよくない？一応賞金は多分考えてるらしいんだって、先生。でも一応出さないっていうようにしたんだって。
あ、もうロジャーの賞金出たから、俺はもうバレットの懸賞金出してもいいと思うな。もうロジャーの、まあ、あんま理由になってないけど、もうロジャーの懸賞金出たんで、バレットの懸賞金教えてください、みたいな。でも、バレットって結構後からになって入ってないか？まだじゃない？入ったとしても、まあ、パラレルワールドがしょうがないけど。バレットはね、面白いな、ワンピース。でも売り上げっていう数字だとやっぱね、今弱いよな、ジャンプは。まあでも、すごすぎるだけなんだろうけどね。やっぱり。何千万部とか売るのは、今、1000万部超えてんのはね、でも僕のヒーローアカデミアもおもろいんだけど、漫画は全部面白いけどね。売り上げはやっぱすごいのはね、ナルトとかブリーチとかさ、ワンピース、ハンターハンターとかさ。まあ今もハンターハンターあるけど、ハンターハンターが連載したら強くなるんだけど、ね、面白さも、すごいよ。全部が全部、やっぱり。最近、まあ、呪術、戦争、アクタージュ、まあ、鬼滅の刃も面白いし、ドクターストーンも面白いし。売り上げは全、まあその、モンスターみたいな売り上げは出てない。やっぱ鬼滅の刃は、2000万部超えたけど、ねえ、でも、本当にワンピースいなくなったら看板がなくなるよね。やっぱり。売り上げ的な看板がさ、すごい売り上げあるやつがなくなっちゃうな。まあでもワンピースはすごいからな。なんだかんだ言って。下手して今、ドラゴンボールが、2億5000万部だけど、
ワンピース4億今6000万部くらいあるからほぼ2倍ですからね。で別に終わってないっていうのがやばいし、多分ワンピース終わったらみんなもっとダダダダダダダって買うと思うんですよ。そう考えて下手したらね10億部も、まあでも10億はきついだろ。いや10億いけると思うな。私先生が面白いの後半めっちゃ面白いの来ますんでねみたいなこと言ってるから10億いけそうだな。こんな別にね、うん、クライマックスじゃないのに面白いんだもん。怖いな。クライマックスだからこそ、まあ、ジョジョとかクライマックスだからめちゃくちゃ面白い漫画じゃん。あれクライマックスをすごい面白くするための漫画じゃん。ワンピース大体めちゃくちゃ面白いからな。めちゃくちゃ面白いし売り上げ出してるしすごいな。なんでそんな売り上げんだろうなワンピースって、うん、なんで売れんだろうそんなに。売れる仕組みとかよくわかんねえな。まあでもそもそも数が多いからその通り倍なんだろうな、うん、いや小田先生すごいな。才能枯れねえな。なんか初期の感じはなんか読みやすさみたいなのはないらしいんだけど、ごちゃごちゃしちゃってるみたいな感じになってるらしいんだけどねえ。ワンピース面白いな。でも今相当面白いけどな。面白さだけで言ったら結構黄金期じゃないか。うん、もうここでハンターハンターも連載してくれたらいいんですけどね。でも連載無理だもんな、もうジジイだし先生しょうがないな。でも売り上げのなんかすごいなんかそういうのはないよね。でかい売り上げボンボンみたいな。ちょっと前がすごすぎただけじゃない。なんだかんだ言って看板漫画って生まれるんだね、時代時代で。ドラゴンボールとかワンピースとかさ生まれるんだね。王の1位強いな。ワンピースも本気で面白くしてるよな。ワンピース和の国編すごいな。マジで本当に書きたかったっていうのとガチでみんなに楽しんでもらいたいっていうのがあるから、まあでも4校だからな。面白いな。うん、よくよく考えたらそうだよな。病人があんな強いっておかしいもんなね。あんな天敵がついてる状態であんな戦えるのがおかしいんだよな。その状態で誰も手がつけられない状態、うん、ってのがやばいな。白ひげ怖えわ。白ひげもやっぱグラグラの能力使ったらなんかすごいことになりそうだもんね。
あの全盛期の状態で、だからバランスは取れてるのかもね、なんだかんだ言って。年取ってようやく貯金が生きたみたいな。全盛期だとちょっとね、力あり余りすぎて危ないから使わなかったけど、でもやっぱ意外に優しいのかもね、白ひげ。やっぱグラグラの能力あんま人には使わないんだろうね。あ、そう、あ、さすがに海賊の世界とはいえグラグラは危ないしなーって感じで、あんまグラグラ使ってる感じないよね。怖っ。まあ普通にその力も別に強いからいっかみたいな感じで能力使ってないとしたら、やだな、そんな強いやつ。下手したら能力含めたらマジで史上最強なんじゃない？本当に最強かもしれない、白ひげ、実は。でも、戦意もやられる。でもそもそもやっぱそのさ、カイドウみたいな性格だったら、いやでも家族がいるからこそ強いって、やっぱそのロジャーと同じなんじゃないかな。やっぱ仲間がいるからこそ強いし、家族がいるからこそ、まあ家族がいるからこそ強いっていうのがやっぱ白ひげなんだろうな。まあ病欠状態だからね、心臓がザキーってね、なるのが何回も来る。死にかけであれだからな、意味わからんよな。死にかけで黒ひげも圧倒するし、さすがに銃パン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 パーって撃たれたらね、撃たれて死んじゃったけど、さすがに。でも別にそれで死んではないっていう、ね、うん、なんかよくわかんないね。気力が持つ限り生きる化け物だよね、白ひげって。でそんなすげえ時代でやられてないからね、白ひげ強いんだろうな。で能力あんま使わない。まあでも使われても困るな。能力込めると本当に地球を滅ぼせるって、やっぱ戦国も見てんだろうね、全盛期の白ひげ。うわ何こいつみたい、やばすぎるだろってなってたんだろうな。ねえ、全盛期かけるグラグラだってやっぱ本当にね、地球を滅ぼすみたいな力を持ってる。地球だよ、なんか滅ぼすよみたいなこと言ってたもんね。滅ぼす力持ってるんだぞって。でも全盛期のグラグラ能力使ったらどうなるんだろうな。なんか尋常じゃないことになりそうだね。って考えたら黒ひげってそうでもないね。全盛期白ひげの、死に目の白ひげと同じくらいしか使えてないからね、やっぱり。ようやく弱ってやっと使えるかみたいな。すごいな、それは。一応ね、危ないから。本気出すと。世界を、地球じゃないか、世界を滅ぼす力を持っているんだ。海、津波、怖いね。あ、40分だ。